本日はこの女子プロレスカード2019開封しちゃいまーす。はい、私初めて乗るの。うん、開封じゃなくてカード自体が初めて。本当？そう、私の初めて乗った。あ、乗るのが。そうそうそう、なるほどね。自分出たら嬉しい。ササムラもいまーす箱も見てねえ、これ自分が出たら嬉しいね。じゃあちょっとやってみようよ。開けちゃいますよ。じゃあこの中から3つ、好きなのこれで。これ誰？あ、志田さんの1個、2個。じゃじゃん、開けていい？いいよ、3個。早速、開けちゃいます。あ、ドキドキする。誰が当たるから。はい、おお、ねえねえ、開け方しっかりね。ダメ見えちゃうよ。何、何が見えちゃうの？なんか、あ、そうか、私のぐらいしないと。なるほどなるほど。まったくもう、みえさん、この前ですね、戦ったんですよ、アップアップガールズね、カッコプロプロレス、カッコプロレスのみえさん。おお、すごいよね、マッチョだよね。マッチョ、なんかあのソフトボール選手あぽい。だから選手、もともとフットボールやってたから、すごい。あ、あ、白あや欲しいな。ティッティリーン、中島有沙さん。やっぱこのコスチュームいいよね。すごいね。すごい。鳥だよ、鳥、鳥をイメージしたらしい。そうなんだ。めちゃくちゃいいな。あ、すごい、なんかピンクピンクだ、ね、これ何枚入ってんの？一個一個やってたら終わらないんじゃない？あ、誰かって。マイカさん。6枚だからめちゃくちゃ長くなるよ。あ、そう、あ、6枚も入ってんの？うん、18枚。マイカさん、あの、私たまに青色タッグ組んでるんですけど、すごいです。すごい。力が。これ、ね、どうしよう、コメントできない人出てきたら。そんなことない。知らない、いや、知らない人とか出てきたら。ゆきさん。すごい、東京女子立。東京女子立。あれ？でも今半分だ。うん、半分。すごいね。あ、さえさん。はい、さえ、あー、もう今これでタク完成。あ、タク完成した。すごい。楽しみか。あ、出た。じゃん。お、はった。欲しい。これ欲しい。いいな。じゃんけんで決めよう。やだ。なんで？私が。待って、あれも入ってない。え、嘘。ちょっと見るだけ。え、これなんかさ、普通のと違うかな。すごい。いや、最後だからじゃない？え、レアカードとかですか？いや、レアではないんじゃない？レアではない、なんか、殿堂入り的な感じですね。すごい、すごい、欲しい。これは、いや、あげな。終わった。終わった。じゃあ、私てれっちゃん。誰？あ、アニクラさん。私、あの、同期。え、そうなんだ。同期、ちょっと同じになっているので、ちょっと意識しちゃって。第2枚、2枚目、てれん。いや、戦え、実はひろたさんから勝ったことあって、スリーウェイなんですけど、すごい、あの、中島さんと力を合わせて勝ったことあります。ゆりん、誰誰、うわー、中森ハロコさん、かっこいい、かっこいいな、かっこいい、結構金髪だ、最近黒髪、そうそうそう、あ、そうなの、最近黒髪に、シーアリング上がってる時はこの金髪のイメージあったな。そう、すごい、最近黒髪にしてる。そうなんだ。次も、ゆりん、サリーさん、すごい、すごい、いやー、すごいよね、サリーさんも、強さがすごい、なんか憧れちゃう強さ。いやー、いいカードが来ましたよ。またデデン、山下リナさん。いやー、好き人としても好き。一回飲んだことあって、めちゃくちゃ、いやー、でも好きです。思い出もある。その初めてベルト取った時の対戦相手だったっていうのもすごい感じる。私は地元が一緒ですからね。また来ましたよ。はい、アイスリボン、お、くるみさん、すごい、最近高校卒業したね。強い。あ、しかも裏が、あ、裏もいいのかな、見てて、マシモさんと試合した時、これフランクシスターズ工業、ね、そうだ、そうそうそう、すごい。へえ、よーし、終わった終わった、よし、次、お、アイさん。あれ、これリングアナもこれカードになるんですか？え、4人？はい、
そうなんだ、すごい愛さんだ。あ、すごいの、ね、へー、すごい。あ、夏すみれさん。へー、あ、すごいセクシーこれ。ね、めちゃめちゃセクシーな、性格が出ちゃう。あ、来た、トトロさん。すごいね。お、アイスリボン、すごいな。次は、お、川渡り子さん。あのムーンサルトがめちゃくちゃ綺麗。どこの人？アクトです。へえ、そう、よく知ってるね。そう、私意外と見てます。女子プロオタク。山形さん、おー、かっこいい、すごいすごい。あ、これ、これもすごい痛い、これも返せない。あ、これやられたね。やられた、うん、そうね、痛かった。あ、すごいな。あ、すごい。うわ、もう見えてる。アドマさん。すごい。意外と、あや、試合してる他団体の人で。他団体で一番試合してるって言ってたね。そう、あや、一番のさんとして。あ、でも、今は分かんない。山下さんとよしこさんとかの方がしてるかもしれないけど、高田一とかでもやってたからね。あ、下ね。うん。コスチュームが似てるってよく言われてた。あ、似てるだけ。そう。はい、次、はい、終わった？終わった。よし。いや、これちょっと、いいカードが。なかなか自分の出ないね。てれん、長島ちかよさん。ちかよさん。超かっこいい。あの、ハイスピードね。そう、ハイスピードとかに出てて。いや、ほんと、シーオリングで参戦できてよかったなって。まだ絡めてはないんですけど。ですけど。え、待って。何？すごいよ。何？これ多分、量産してるんだと思います。てれん、沙織。あ、ほんとだ。あれ？絶対これ量産してるんじゃない？2枚目ね、すごい、2枚目すごい、ここ、落としたすごいすごい。アンナさん、デレン、セーラーさん、わー、かっこいい。あ、これでも、あ、そうかそうか、すごい。縦の人と横の人ってなんか違うのかな。ね、なんだろうね、縦のがいいな。デレン、青野恵子さん、ディアナの。あ、かっこいい。ね、うわ、すごい。あ、すごい、殿堂入りだ。殿堂入りなんか殿堂入り、大畑さんって、ね、あ、そうだ、引退したじゃん、一緒の日とかじゃなかったっけ。そうだ、すごい、うわ、すごい。デビュー日95年2月、私誰生日95年8月。すごいな、すごい。あ、来ましたよ、また東京女子さん。山下美優。あ、山下美優さん。いや、かっこいいよね。かっこいいね。チャンピオンが似合ってる。この前、あの、博多で見たけど、すごい試合だった。ねえ、すごかった。すごい。そう、地元福岡なんだもんね。うん、そうそうそう。最後。あ、また、ちょっと。おー、林田歩美さん。あの、お祭り娘。へぇー。あの、ワッショイっていう。そうなんだ。そう、最近デビューした。18年11月。そう、最近デビュー。あ、一応同期は同期。そう、一応同期は同期。あ、そうなんだ。そう。18年デビュー。あ、挨拶はしたことあるかもしれない。そう、 OK、 終わったよ。あ、ラスト袋、楽しい。いきまーす。あ、この東京女子、うなぎひまわりさん。あ、めちゃくちゃ、言っていいんですか、おっぱいがでかい。おっぱいでかい。身長も結構あって、ね、高いよね。高くて水泳だっけ、スイミングだっけ。あ、そうなんだ。シンクロ、すごい、東京女子、すごい、めっちゃ綺麗な、こういうの。あ、出た、藤本さん。このガウンかっこいいよね。かっこいいね。あ、それこそホールの時に撮ったんじゃない。あ、そうなのかな。え、この後ろがすごい。後ろは買ってからの大事にしました。わかんないけど。そんなあれがあるの。次、へー、あ、今野満さん、ガトムーブ。あ、ね、知ってる、ガトムーブさんです。ガトムーブ、なかなかこれ自分、あ、出た、レア。何？ピナノさん。ああ、あの、昨日か一昨日引退、引退、そうだ、卒業興行ってやってた。そう、え、すごい、サインカードですよ。サインカード出た、すごい。出たい、すごい、すごい。しかも昨日、そう、レア、レア、もうレア、めっちゃ嬉しい。ねえ、東京女子率高いな。 ね、次、次、あ、姫香さん。いや、有田さんも楽しいね、同期だよね、あや。そうなんだ。17年12月だ、2ヶ月の、そう、めちゃくちゃ楽しい試合してて。姫香さんのタックルがめちゃくちゃ痛い。
あ、そうなんだ。威力がすごい。ラスト、あ、牧夏実さん。おー、東京所属ではないの？東京フリーなんだ。フリーだね。へー、そうなんだ。主戦場とするって書いてあるから。へー、あ、でもすごい。あ、すごいよ。何？いや、もうまた行きますよ。ラスト、ラスト、でるるるる、東京女子。あね、すごい、この東京女子率すごい得意の。え、そういうパックなのかな。へえ、すごい。天満のどかさん知ってる、この人知ってる。メイリーさん、メイリーさん、A の17歳だ。17歳、 A の17。へえ、年齢不詳メイリーさん。そうだ、あの萌え萌えじゃんけん。そうだ、知ってます、知ってる、メイリーさん。え、待って、あと4枚しかないよ。うてれん、あ、すごいですよ、次。じゃあ、おお、かっこいい、かっこいい、すごいスタイルいいよね。いい、 あのさっきのセラさんとでアジュレボで、うわ、アジュレボ完成、イエーイ。さあ、残るは3枚。お、サイン入り出るかな。あ、出る。誰？春日萌香さん。春日萌香さん、春日萌香さんはフリーなの今？フリー。あ、そうなんだ。ガンプロピュア J にレギュラー参戦中。あ、そう、ガンプロに出てるね。ね、あ、そうだね。そうだ、うん、そうだ。へえ。次は？あ、好きな人じゃん。ハイジカトリーナさん。ハイジカトリーナさん、今いる？戦場、あ、今いる？他の1月からはヨーロッパ各地を転戦しているって書いてある。そうなんだ。へえ、いや、かっこいいよね。かっこいい。一目惚れしちゃう、こういう人はすごい。さあ、ラストになりましたよ、皆さん。ちょっと見て。何？行きますよ、ラスト。ほら、出る。じゃーん。なんか違うカード。あれ、坂崎、裏もこういう感じなんですけど、何レアカード、レア、あ、シークレットカードです、皆さん。これすごい。え、待って、あれの方がレアだよ、きっと。シークレットだもん。え、そんなのあるんだ。え、わかんないけど。へえ、すごい。話題の坂崎優香さん、 AEW だっけ、ね、参戦も決まって、すごい、すごい。シークレットカードなんてあるんだ、すごい。そうだよ、この間組んだミズピョンさんと組んで、あ、ね、タッグ組んだ、東京プリンセスタッグチャンピオン。そう、すごい。てか東京女子率すごい。以上です。いや、面白い。あ、でも被ってないね。被ってない。あ、アモさんが、あ、被ってた、被ってたよ。すごい。あげるよ。え、こうやってなんかこう当たるとちょっと嬉しいね。でも前もサイリーがかったシークレットカードも嬉しいけど。あ、でも自分のが出なかったね。そうだね、残念。当たった人教えてください。え、サイン入りとか ね結構書いたもんね。結構書いた、だから知りたい行き先を。そう、そう、ぜひぜひ開けてください。開封動画でした。